よー、あっ、いけー、いけー、どうだ、いかもー、赤コーラ、ね、はい、マリオカートレーシングホイールが、7678円、はいはい、仕様はこんな感じですけど、はい、これもフットペダルありますもんね。あります、はい、若干可愛らしいサイズですけれども、はいはい、まあ、全体的にはポップな作りですよね、こっちの方が ね、デザインが、はいはい、ペダル&パッドル付きで、本格操作と、はい、可愛らしい、これボタンなんですよね、これね、はい、アイテムボタン、これがボタンになってます。アイテムボタンっていうことは、でもこれつまり A ボタンかなんかってことですよね、機能的には。あ、これ、ZL で、 ZL か、ZL ですかね。そのマリオカートの要は、はい、通常のプロコンテンツの時のアイテム使うボタンに、はい、そうです、これが割り当てられてるってことですよね。そういうことになります。だ、通常よりも ZR、はい、ZL とかが多いのか、ね、で、あの、はい、実はここにも ZL がありますね、ついてるんですけども、はいはいはい、まあ、このボタンがさっき の、 そのアイテムホールドができる、はいはい、そういうボタンになりますので。それ長押し、あ、本当だ、はい、長押し機能これもありますね。あ、これもあります。これをこう長押しするとですね、はい、ここがペカッと赤く光ります。ほうほうほう。この状態になっている時は、ZL ボタンが押しっぱなしになった状態になります。うん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 。なので、長押しすればもう一回また解除できますので。俺もしとこう、はい、はい、これでアイテム拾った、うんうんうん、で押しにくっつけたい、はいはいはい、という時はこれをポチッと長押しすると後ろにセットできると。相手から来る赤コーラとかをガードしようということですね。そういうことになります。なるほど、はい、やばいやばいやばい、よし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 、うおーうおー、またいいよー、いてぇ、とうとう、よし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 、さあついに、さあついに今また画面構成が変わろうとしている。さあついにこの番組としては正しい感じのワイプになった気がする。うおうお、さあなんかゲーセンのマリオカートダブルダッシュをやっているような感じの見た目であります。やめろやめろ、もう疲れた。さあこうアップにすると僕がミニターボを出すためにハンドルをクイクイしているのが分かっていただけると思います。おっ、うまくね、このミニターボ。あー、やる、よっ、あー、ハグアップだ、すごい、危ない危ない、やーりゅーち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 ゅー、なんか分かってきた俺、このハンドルの使い方が分かってきたけど、速いかどうか分かんないです。ちょっと、なんで失礼しました。そう、いや、小川さんですか、ちょっともう分かってなかった俺。よし、よしよしよし、シズエが横に、俺です、それは俺です。あー、ちょっとやっちまったよ、もうシズエ早いな、早いですよ、シズエ追いついた、あー早い、さっきバナナの皮です。あー、ちょっとそれはそれはどうしようでしょう、それは早く戻って、あ、ちょっと悪いし邪魔だよ。どこ、どこ行ったの、あ、アイテムだ、いや、もうクソがクソが、俺は普通の忍者、よっしゃ、あ、ダメか、あいやこれ、くそー、いや、でも伝わったんじゃないですか、
伝わってますかね。伝わったんですか、だいぶ。うん、どうですか、皆さん。はい、だいぶ、ねえ。いやこれ、逆にしてみます。あそうですね。お、誕生日プレゼントとして昨日もらったもらった YouTube の方がいますよ。いや素晴らしい。あら、おめでとうございます。ぜひ使ってほしいですね。ええ、だペダルはちょっと僕にはまだ難しいというまあペダルね、なしでも、はい、これだってアクセルあれですよね、手元のボタンでアクセル別に押してもいいんですよね。あ、そうです、全然 OK です。なるほど、はい、ペダルなしでも OK です。よし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 。正直でも、はい、マリオカートほとんど踏みっぱなしなので、そうですねブレーキほぼ押さないですよね。 200cc で若干使うかぐらいですかね。確かに、ええ、さあじゃあ次のレースを教えていただいて、はい、はい、これなんかだどんどんなんかゲーセン感増してきましたねいやほら、わすごい、俺たちの今企業努力で欲しいなっていう声が続出あ、ありがとうございます。よかったよかった、はい、片方デラックスしても腕前で決まるんですかいや、それはね、それはそうですよ、変わんないでしょ別にデラックスにしたってもう慣れですこれは、はい、うん、まあ、デラックスはだからあれですよね、質感とかそういうのリアルを求める方はこっちがいいという感じですよね。はい、はい、まあ機能もね充実してますけど、あ、はい、始まる。おお、これさっきからなロケットスタートに決まるんだけど、そうやって負けるんだよロケットスタート全然できてないんだけど、ミニターボしたところで結局遅くなって、あー上の方が速いんだ、そこ。そう、そうですか俺の方がやりやすそうだよね、この首の角度的にね、俺の方が多分やりやすいんですよね。ちょっと言うな、いやーいやー足んねーのかい、よっお、ダメか、あー届かない、もうなんだ、誰だよあそこにバナナ置いたやつ。さあ頑張れ、よーし、ふっふっ、あ邪魔、おめえ、いてて、て、な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 、すごいコースだこれ。あー、いけ、ミックしたところだった。おー、おー、踊り出た、4位、またそれか。よーやっちゃっ、まだなんとかなる、まだなんとかなる。小児の息子が隣で見て欲しがってるのが助けてお父さんクリスマスに買ってあげてください。さあ堀さんが喜びますよ。よーっあっ、あいーういーすごい、いやーあー、ここでやられると、早く、ここでやられるとちょっとつらい、早く、あちょっと5位、あ抜けるな、よーし、よー、あいけいけ、どうだ、あいかも、赤コーラくそー、もう分かんなくなった、あ順位も4位と5位っていうね、いやいい戦いでした。はい、はい、マリオカートレーシングホイールですね、はい、はい、こちらでした。いや7680円ということで、はい、はい、サイズ感的にはまあこんなぐらいっす、はい、ね、こんな箱に入ってます。はい、僕ら4位と5位っていう何とも言えない順位でしたけども最終的にそうですね、はい、まあ体勢も体勢でしたね。そうですね、はい、まあでもこうやって遊べるよっていうのをね、まあちょっと十分お伝え、はい
おじさん2人でしたけども、そうですね、お伝えできましたかねと、はい、まあ、あの年甲斐もなく、ありがたい、でも楽しかったですね、はい、面白かったです。いや、もちろんこのプロコンでやってもまあ面白いんですよ、はい、マリオカート8デラックスは神ゲーですから、はいはい、でもなんかやっぱちょっと違う楽しみありますよね、これハンコンでやるのって。そうなんです、そうなんです、なんかちょっとアトラクション性増しますよね、あの、おそらくガチでやっても結構面白い。あ、確かに、と思います。そうですね、なんだろうね、やっぱなんかそうゲーセンとかでレースゲームやるのちょっと楽しいじゃないですか、なんかああいうのに近い感じがありますね、お父さんサントさんにお願いしてみたらって言いましたいやー、サントさんいるからね、サントさんね、サントさんいますよ、いますよ、お願いしてみたらいいんじゃないかな、います、います、はい、そうですね、来てくれるといいね、長靴、長靴じゃない靴下用意してね、靴下でかい、でかい靴下、あといい子にしないとダメだぞ、はい、いい子にしないとサントさん来てくれないからね、はい、はい。